どうも、達也です。さて、今回ね、また不安を軽減するための呼吸法を10分間やっていこうと思います。可能な範囲でね、続けてみてください。今回は、またバニラの匂いと一緒にやっていこうと思います。皆さんも好きな匂いと一緒に、好きな匂いを一緒に炊いて参加してみてください。はい。そしたら、スッと座っていただいて、座るのが辛い方は寝たままでも大丈夫です。そしたら10分間始めていきます。僕がこう、口頭で説明するので、なんとなくそれを聞きながら、それに合わせて、自分の呼吸っていうのを整えていってみてください。はい。まず鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きましょう。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。もう一度、鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。続けてください。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。繰り返します。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。続けてください。息が鼻から入ってくる感覚、そして息が口からまたは鼻から出ていく感覚を観察して、今の体の状態に注意を向けてみましょう。吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐く。続けてください。もし体の感覚に注意を向けづらい時には、お腹に手を当てて、息が入ってきた時にお腹が膨らんで、息を吐いた時にお腹が小さくなる、そのお腹の動きを観察してみましょう。吸って吐いてを続けてください。もし頭の中に不安な出来事や、恐怖心を抱くようなイメージが湧いてきても、それらに気づいて評価をせずに、また呼吸に注意をそっと戻します。息を吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐きます。毎朝同じような時間帯、そしてなるべく日の当たるような場所で取り組むようにしてみてください。吸って吐いてを続けてください。
息を吸うとお腹が大きくなって、息を吐くとお腹が小さくなって、吸って少し止めて、ゆっくり長く息を吐きます。なるべくゆっくりゆっくり、全体的な動作をゆっくりと行いましょう。吸って少し止めて、ゆっくり長く吐きます。少しずつ少しずつ体の力が適度に抜けて、緊張感がほぐれていきます。吸って少し止めて、ゆっくり長く吐きます。続けてください。鼻から息が入ってきて、少し止めて、口または鼻から息をゆっくり長く吐きます。息を吸う時の感覚、そして息を吐く時の感覚、その両方をじっくりと観察してみましょう。吸って吐いてを続けてください。息を止めるのが辛いなと感じる方は、息を止めなくても問題ありません。ゆっくりと息を吸って、少し止めて、ゆっくりと長く息を吐きます。もう間もなくで10分間経過いたします。
はい、10分間経過いたしました。お疲れ様です。本日もね、呼吸法のトレーニング一緒に参加くださってね、ありがとうございます。そしたら今日頑張ったことを、ノートに書いて自分の努力を可視化してあげてください。でそこにもしねもうちょっと書こうかなと思ったら、その時に感じた気づきだとか、頭に出てくるような、自分の中の悩みだとかっていうものも書き出してみて、そして、それらを解決するようなね、時間っていうのをね設けてあげてみてもいいですし、もうちょっと続けてみて、あ、こんなことで悩んでいたんだなっていうことに気づいて、それらをね乗り越えてきた自分っていうのを、褒めてあげたりだとかしてあげてください。そしたらね、ちょっとずつ良くなっていくと思います。またノート術も別の動画で出していきます。毎日ね、なるべく動画を出すようにしますので、ちょっとずつ、取り組んで、そして、できる範囲で続けて、そして、元気になっていっていただけたらなと思います。はい、そしたらね、今日はこの辺で、お別れしようかなと思います。またね、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ、元気になると思いますので、ちょっとずつ続けてください。それでは。